らっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。こちらお配りしてます。あ、どうぞ。ん？なんだこれは。レターセットの試供品です。素材にこだわった紙ですので、真心までしっかり伝えられるはずですよ。お世話になった方に感謝の手紙を、なんていかがでしょう。感謝の手紙か。もしも気に入っていただけたら、次は文具店などでお買い求めください。あ、ああ。こちらお配りしております。誰もいないな。ママは買い出しにでも行ったのか。不用心な店だ、タグ。しかし、ここの連中とは知り合って長くはないが、なんだかいろいろあった気がするぜ。スナックで知らねえ奴らと酒飲んで、笑って悩みを聞いて、考えてみたら、今までにあまりない経験だったな。新しい出会いの場をくれたこの店には感謝をしねえといけないな。感謝か。そういえばさっきレターセットをもらったな。真心が伝わりやすいとかなんとか。手紙は得意じゃねえが、せっかくもらったしな。ママに感謝の手紙を書いてみるか。拝啓、いきなりの手紙で驚かせてしまったか。言葉だけじゃうまく伝わらねえこともあるかと思って、今回はあえてペンを取ってみた。俺はこの店に来て随分と楽しい時間を過ごさせてもらっている。外から来た俺を受け入れて、酒や歌で癒してくれる大切な場所だ。ついフラッと寄っては長居しちまう。この店がそういう場所なのはきっとあんたがいたからこそなんだろうな。初めてあんたに酒をついでもらった時のことは今でもよく覚えている。何かあるとこの店であんたと一緒に酒を飲みたいって思うんだ。いつもそばにいてくれる存在の大きさってやつを改めて知ったぜ。ありがとうな。これからもこのまま変わらないでいてくれよ。もしよければ今までの礼に食事でもおごらせてくれ。フェリー乗り場で待ってる。それじゃ、ケーク。よし、かけたな。さて、問題はこの手紙をどうやって渡すかだが、直接渡したんじゃ味気ないよな。店のどこかに手紙を隠してママに見つけてもらう方がいいな。きっと帰ってきたら掃除でもするだろうから、すぐに見つけるだろう。さて、隠し場所を探すとするか。
電気ポットか。客でこれを使ってる人は見たことがないな。ここに手紙を置いておこうか。よし、ここにしよう。さて、手紙にフェリー乗り場へ来るように書いておいたが、まだ時間があるな。少しぶらついて時間を潰すか。しばらく寝てろ。クヒだ。墓からも花桶からもひばりかな。小林一茶。時間食っちまった。時間食っちまった。いらっしゃい。飛龍山のためにラインナップ増やしたよ。またスナックでね。よう、いらっしゃい、キリュウさん。またスナックでね。
しばらく寝てろ。こりゃいけ。クヒだ。大屋根は皆寺にして風薫る岩やさざ波。のどかさや小山続きに塔二つ正岡式。クヒだ。覚えきれぬ島々の名や夏霞。恵美水印。さあ、桐生さん、あんた裏商人って興味あるか？まあ簡単に言うと、表にはなかなか出回らない商品を売ってる男だ。実は俺の知り合いなんだが、桐生さんなら信頼できるし紹介してもいいと思ってな。装備とか戦いに役立つものが結構揃ってる。喧嘩や決闘するんなら超便利さ。桐生さんならいろいろと使う機会があるんじゃねえかと思ってな。よければ紹介しようか。ああ、わかった。そいつには俺から連絡しとく。場所はそいつから紹介の許可が出たら後でメールするよ。わかった。左歩きは
ことに戦の大使なり。場所者に酒振る舞わん菊の花夏目漱石。そろそろママとの待ち合わせの時間だな。フェリー乗り場へ行ってみるか。クヒダ、軒茂く建てる家々を足引きの山の尾道道狭きまで尾形公安。
日の影は青海原を照らしつつ、光る孔雀の尾道の沖、十返舎一句。お前さん、見慣れん顔じゃのう。よそから来たもんか。ああ、そんなところだ。この尾道という土地はな、古来から風光明媚な港町として多くの人に愛されてきたんじゃ。ここを訪れた有名な作家や詩人たちもこの町の美しさに魅了され、この土地にいろんな詩歌を残してきた。尾道の先人たちはその詩歌を未来に伝えようと工夫を立てたんじゃ。お前さんも暇があったら先人たちが残した詩歌に触れてみんさい。そうだな。工夫は全部で9つある。いろんな場所に立っとるけ探してみたらどうじゃ。わかった。クヒだ。盤石座すべく待つ夜べし、憔悴隠るところ開口を現る。6年重ねて来たる千光寺、三四水明四湖にあり、盤が半ば暗くして繁栄斜めなり、相つとう惨敗未だ傾け去らず、神戸を巡らして年頃に諸少年に食、騎手せよ先生、かつて良いしところと来山陽。もしかして桐生さんか。マスターから話は聞いてるぜ。初対面の人間とは基本的に取引しねえんだが、マスターの紹介なら仕方ねえや。まあ腐れんってやつだな。昔一緒によく喧嘩したり悪さしたりしてたのよ。そうなのか。そういやあんた、聞くところによるとカムロ町にいたそうじゃねえか。実はカムロ町で俺の相棒が商売しててな。
そっちにも話を通しておくから、よかったら使いな。場所はマスターから連絡してもらうからよ。わかった。さーて、じゃあ商品を見てってくれよ。桐生君ではないか。どうだ、私と手合わせしないか。優れた護身術を編み出したから実践したくてな。ああ構わないぜ。うん、良い返事だな。では遠慮なく。死ねえ桐生。うわまたしちまったか。大丈夫、私も今来たところよ。そうか、すまなかったな。わざわざ呼び出しちまって。もうびっくりしたわよ。ポットでお茶入れようとしたら手紙があるんだもん。あそこならきっとママしか使わねえし、手紙を置くにはちょうどいいと思ってな。だったらポストに入れてくれればよかったのに。ちゃんといつも確認してるんだから。ああポストか、その考えはなかったぜ。まったくどこか抜けてるんだから桐生さんは。でもちょっと嬉しかったな。お店始めて感謝の手紙なんて初めてもらったから。そうなのか。そうなのよ。他のお客さんももっと桐生さんみたいに気持ちを伝えてくれてもいいのにね。まあママはガードがめちゃくちゃ固いって畠山さんが言ってたしな。別にそんなつもりはないんだけどな。でもやっぱりどこか比べちゃってるのかしら。なんだ、昔の男か。やだ、そんなんじゃないったら。お父さんとね。ママの父親と。ええ、父は漁師だったの。誰とでも仲良くなれて、たくましくて優しくて最高のお父さんだったな。だった。漁に出てる時に行方不明になっちゃって、それっきりなのよ。ずいぶん前の話だけどね。お父さんスナックが好きだったから、港町でお酒出してたらフラッと戻ってこないかななんて思ったりして。実はそれで始めたお店なのよね、うちのスナック。そうだったのか。父は帰ってこないけど、代わりにたくさんの人たちと飲んで笑って今は楽しいの。桐生さんたちのおかげね。そうか。こっちこそいつも
うまい酒飲ませてもらってるぜ。店続けていりゃいつか親父さんも帰ってくるかもしれん。閉店とかしないでくれよ。そうね。じゃあ売り上げも伸ばしていかないと。これからもじゃんじゃん注文してよ、桐生さん。相変わらずちゃっかりしてんな。船が戻ってきたみたいね。私この汽笛の音好きなんだ。帰ってきたなって感じがしてさ。ねえ桐生さん、男は船、女は港って言葉聞いたことある？ん？なんだそりゃ。男は波の向こうへ働きに出て、女は男が安心して帰れる場所を守ってあげる、そういう意味らしいわ。ほう、なるほどな。安心して帰れる港があるから男は頑張れるってわけか。まあ諸説あるらしいけどね。私はそう思ってるの。なんか信頼し合ってるみたいで素敵じゃない？そうだな。帰る場所があるってのは本当に心強い。そんな港がある男は幸せ者だと思うぜ。港がある男は幸せか。そういえばまだ桐生さんに言ってなかったわよね、私の名前。ああ、ずっとママって呼んでたが、そういえば聞いたことなかったな。私ね、港って名前なの。そうなのか、港ママだったんだな。よくあったいい名前だ。本当？ありがとう。いつか私も素敵な船に出会えるかしら。あんたならきっと出会えるさ。とびっきりの船でも行けそうだ。そうかな。実はもう出会ってるかもね。ん？何か言ったか？ううん、なんでもない。そろそろお店戻りましょうか。開けっぱなしだった。ああ、みんなもう酒盛りしてるかもしれねえな。そうね、じゃあ行きましょう。そういえば年もまだ聞いてなかったな。それは内緒。あ、来た来た。遅いよ二人とも。まったく、待ちくたびれたぜ。というか私がいないのにお店でくつろいでるってどういうことよ。まあまあ細けえことは気にすんなって。せっかくみんな集まったんだ。それでさ、ちょっとみんなと話してたんだけど。ん？桐生さん、そこに座ってもいいんじゃないかなって。桐生さんには世話にもなったし、最近店に来たとは思えないくらい馴染んでるし。俺も賛成だ。桐生さんなら文句はねえよ。金子さん、みんな、そうね。じゃあ今日はソファーで桐生さんを囲んでみんなで飲みましょうか。お、すっげえ桐生さん、ついにあのママに認められたよ。早く来なよ桐生さん。ああ、桐生さんもすっかりこの店に馴染んだよな。ほんと、最初からいたみたいにしっくりきてるよね。よく言うよ、最初そっけなくしてたくせに。そんなことねえよなあ桐生さん。どうだったかな。人には優しくしておくくらいがちょうどいいのよ。確かにな。そうっすよ、後から後悔したって遅いんすから。お前に言われるとなんか腹立つな。とはいえ人見知りってのはもう性格みたいなもんだからな。20歳過ぎてから性格変えるのは難しいって言いますよね。そうなのか。20歳がターニングポイントなのか。でもまあ俺も新顔を受け入れられるくらいにはならねえとな。
ら首相の心がけじゃないの、金子さん。槍でも降ってくるんじゃないですか。その代わりお前には冷たくするわ。ちょ、なんでですか。でもまあ、いろんな性格の人がいた方が楽しいんじゃない。ええ、十人十色ってやつだな。良くも悪くも個性的なやつが多い方が面白いよな。そうかもね。性格もだけど、確かに二十歳過ぎたら夢とか考えなくなりましたね。そうなのか。そりゃ現実が見えてきたからじゃないの。俺はまだ歌って踊れる大工になる野望を忘れちゃいねえぜ。いつか年末の歌番組にだって出るんだ。おう、そういえば源さん大工だったわね。その野望は初めて聞いたけど。野望にも性格が現れますな。源さんのは無謀にも聞こえる。ママは野望とか持ってないの。どうなんだ野望ね。いずれはスナック2号店とか3号店出して尾道を席巻しちゃうとか。東京の神室町とかいう繁華街にバーンと進出したりとか。どうよ。東京か、考えたこともなかったわ。そうなのか。うん、ママが出世して超有名人とかになったらちょっとやだな。わかる、俺もちょっと嫌だ。どうして。あれっすよ、目をつけてたバンドが売れるとなんか寂しい的なやつ。わかるぜ。私はバンドと同じなの。え、なんだって。いや、すまん、ちょっと言いたいことが整理できてなくて。まったく、なんなのよ。やっぱママが全国区になったらダメだよ。東京進出もなしなし。俺たちからママが離れてくってなるからな。そうだな。何勝手に言ってんだか。私は港町で細々とやってるのが性に合ってるから大丈夫よ。でも私が離れたら他のお店に乗り換えちゃうんじゃないの。そんなことねえよ。俺たちはママの店一筋に決まってんだろ。本当に。じゃあここで営業していこう。その代わりみんなちゃんとうちに寄ってよね。ああ、分かってるって。任せてよ。それにここはなんか落ち着くんだよな。帰ってきたって感じで。わかるぜ。帰ってきたって。畠山さん家庭持ちだろ。僕は2つのホームを持ってるの。おお。それ娘さんの前で同じこと言えます。それはだがホームってのはいい線言ってるかもな。このメンバーでお酒飲んでるとなんか安心するんすよね。そうだな。いつものメンバーって案外大事なのかもしれねえな。今までそんなこと考えたこともなかったけどね。新しい風が吹いたからかもしれないわね。新しい風？そりゃ桐生さんだよ。何？確かに桐生さんには悩みも聞いてもらったしな。懐の深い男だよあんたは。桐生さんはみんなのいい刺激になったみたいね。今後とも頼むぜルーキー。ルーキーどころの貫禄じゃないっすけどね。みんなこれからもうまい酒飲もうな。おう。じゃあ乾杯といきましょうか。乾杯。乾杯。少し酔っちまったみたいだな。あら、そう。楽しいと酒が進みますからね。じゃあみんな、また来るぜ。キリュウさん、また来てね。待ってるよ。おう。
ばらく寝てろ。いらっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。お前は金見沢ゴージャスの金見沢か。いかにも。探していましたよ、キリュウさん。探していた？何か用か？また野球をするって話か？いえ、今日は野球とは別の話です。キリュウさん、前に我々に勝った時に言いましたよね、勝利のために大事なのは絆だと。まあ、そんなことを言った気もするな。その絆というものを私も学ぼうと思いましてね、あなたのチームに入ろうと思ったんです。チーム？瀬戸内ウォーリアーズか？いいえ、実はあなたが気流会という組織を束ねていると聞きましてね、そこに入れていただければと思いまして。気流会に？だがいいのか。気流会の戦いは野球じゃない。構いません、むしろ好都合です。あなたのもとで絆というものがどういうものかじっくり学んで野球に生かしたいんでね。嫌と言われても入りますからね。よろしくお願いしますよ、キリュウさん。ああ、まあ
よろしく頼む。いい子だ。十分懐いたな。よし、猫カフェの店長に連絡するか。ニャンニャンサボンのバイトの者です。猫を預かりに来ました。また懐いた猫がいましたら連絡くださいね。それでは失礼します。ちょっと飲んでいくか。あら、キリュウさん、いらっしゃい。あら、ダーツやるの？相手になるわよ。勝たせてもらうわ。手加減しないぜ。よし、うん、よし。ナイトン、私ね。やった。
私ね。あらら。あらら。よし。あらら。よし。どうした？よし。勝負ありだな。私が負けるなんて。また遊びましょ。金子さん。おう、一緒に飲まねえか。おう、なるほどな。おう、そんなことが。秋吉さん、桐生さん、一緒に飲みません？なるほど、大変だったな。へえ、すごいな。
ら桐生さん待ってたのよ。天の友達から聞いたんだけど、桐生さん素潜りやってるんだってね。はあ、まあな。そんな桐生さんにプレゼントしたいものがあるの。俺にプレゼント？はい、これ受け取って。これは水中銃じゃねえか。どうしたんだこれ。私ね、昔よくお父さんと一緒に潜って魚を捕まえたりしてたのよ。その時に私が使っていたものなの。この間桐生さんと話してたら思い出してね。手入れはしておいたからすぐに使えるわ。結構いいやつなんだから。そんな大切なもんを俺がもらってもいいのか。桐生さんだからあげたいのよ。桐生さんのおかげで最近なんだか楽しいの。みんなの笑顔も増えた気がするわ。だからそのお礼。そうか。ではありがたく使わせてもらうぜ。どういたしまして。これからもよろしくね、桐生さん。ママ。へえ、すごいわね。源さん。桐生さん、一杯やらねえかい。ほう、そんなことが。へえ、大変だったな。安藤さん。桐生さん、一緒に飲もうよ。ああ、苦労してるね。なるほど、大変だったな。今日はこのくらいにしておいたら。そうだな。酒うまかったぜ。また飲もうな。兄貴、何か分かりましたか？おい、みんな聞いてくれ。この町にある区碑を全て回ってきたんだが、偶然にも暗号のアルファベットと作者の頭文字が一致した。証拠に区碑を全て写真に収めてある。田頭、見てくれ。へい。確かに完全に一致してますわ。もしかしたら例の暗号の開示表は区碑に刻まれたしかもしれん。桐生の兄貴、これは大発見じゃ。ということは例の暗号が全て解けるっちゅうことじゃな。ええ、早速照合してみますわ。 J7 は十辺四合一句の7番目の文字。海。 B7 は芭蕉の7番目の文字。軍。残りも全部当てはめると海軍水兵山名道大の墓。海軍水兵山名道大の墓。それって仙六の墓地にあるでかい墓のことか。そうじゃ、あの古い墓のことじゃ。なら話は早い。キリの兄貴、早速墓地へ行ってみましょうや。わかった。死にさらせ。
く時間食っちまった。しばらく寝てろ。お、キリュウ君ではないか。どうぞ私と手合わせしないか。今まで以上に優れた護身術を編み出したから実践したくてな。ああ、構わないぜ。うん、良い返事だな。では遠慮なく。死ねえ、キリュウ。レスを知ったんだ。まあいい、時間を見つけて待ってるっていう場所に行ってみるか。やっぱりカバーとかつけた方がいいんだ。これじゃ海軍水兵山名道大と書かれてる。この墓に秘密が隠されている。キリュウの兄貴、墓を開けますんで手伝ってください。ちょっと中を覗いてみるだけじゃ、バチなんて当たりませんって。それじゃあ行きますよ。何かあったか。ん？奥に何かある。キリの兄貴、こんなもんが出てきよったで。これは昔の岩見造船所の見取り図ですかね。確か戦前まではここで船を作っとったらしいです。ただ老朽化で今は敷地も完全に封鎖されとるはずです。牢の暗号が示す場所はここだ。ここに尾道の秘密ってやつが隠されている。キリュウの兄貴、半巡儀を追った時のイーノの船がまだ使えるはずじゃ。あれに乗れば造船所に入り込めますけ。頭、
船まで行くにも本家の連中がうろついてるはずじゃ。おいじゃけど暴れていいんじゃな。当然じゃ。兄貴、フェリー乗り場へ行きましょう。キリュウ君。で、何の用だったか。君と戦う中でブラッシュアップしてきた私の最強護身術がついに完成したんだよ。ほう、そりゃよかったな。うん、そこで今回はそのお披露目をしようと思って君を呼び出したわけだ。この護身術で君という最強の男を倒せば名実ともに最強護身術と名乗れるだろう。面白い。見せてもらおうか。それじゃあ行くぞ。ラストダンスだ。死ぬー、キリュウカズマ。最強の護身術を仕上げたつもりだったが、まだ最強とは名乗れないようだな。だがなかなか手強かったぜ。それだけ強ければもう十分じゃねえのか。いや、危機管理に十分なんて言葉はない。絶対に安全なことなんて存在しないのだ。だが 100%安全は無理としても 100% 安全に近づけることはできる。私は危機管理のプロとして生きる限りはそこを突き詰めていくつもりだ。そうか。ならこれからどうするんだ。実はまた海外に行こうと思っている。海外に？金はできたのか？できていない。だが世の中にはギャンブルという便利なツールが存在する。今実はバイトで金を貯めていてな。今度それを全てつぎ込むつもりだ。お前本当に危機管理のプロなのか？だがいずれにしても海外に行くのはもう少し先になりそうだ。それまではこの辺りにいるから、もし何かあればいつでも呼び出してくれたまえ。君には借りがあるからな。全力で協力させてもらうぞ。はあ、分かった。ん？どうかしたのか？いや、急に殺気を感じてな。気のせいか。
誰かが見ていたような。そうか、誰もいなさそうだがな。まあ私の思い過ごしかもしれないな。だが気をつけておいた方がいい。前にも言ったが、最近の日本人は平和ボケしすぎていて危機意識が足りないだろ。よくわかっているじゃないか。もう君に私から教えられることは何もないようだ。じゃあな、君に危機が訪れないように祈るとしよう。グッドラック。君ではない。どうだ、私と手合わせしないか。す、ああ、うん、では遠慮なく。死ねえ、キリュありがとうございました。おい、こっちは準備できとるで。早く乗ってくれ。